皆さんこんにちは。このビデオではみんなの日本語中級1第3課文法項目の5の1を勉強します。じゃあ始めましょう。まだ第3課の語彙と文法項目の1から4を勉強していない人は先にそちらのビデオを見てください。下にリンクが貼ってあります。みんなの日本語中級1第3課文法項目の5を勉強する前に第43課の復習をしましょう。第43課では、バーブ、イアジェクティブ、ナージェクティブ、プラス、ソーダを勉強しました。何々ソーダの意味は、1番、アピアランス、見て、そう思う、ゲスします。2番、状況、シチュエーション、シチュエーションから、そう思う、ゲスします。バーブが起こる、ハプンする、アカーする、可能性、パサビリティが高いと思う。So, the verb is likely to occur. 例を見てみましょう。この料理は辛そうだ。辛い、スパイシー。この料理は辛そうだ。This dish looks spicy. 今にも雨が降りそうだ。At any moment, it looks like it's going to rain. 今にも雨が降りそうだ。復習問題1。これはレッスン43、第43課の復習です。クエスチョン。絵を見て文を作ってください。絵を見て文を作ってください。簡単な文で結構です。いいです。紐が切れそうです。今にも。紐が切れそうです。例、紐が切れそうです。バーブの時はマスフォームのマスを取ってソーダをつけます。切れます。切れそうだ。1番、絵を見て文を作ってください。ボタンが取れそうだ。ボタンが取れそうだ。今にもボタンが取れそうだ。2番。倒れます。木が倒れそうだ。今にも木が倒れそうだ。木が倒れそうだ。倒れます。fall. fall down. 田中さんです。田中さんは忙しいです。忙しいと思います。田中さんは忙しそうだ。田中さんは忙しそうだ。忙しいの意をとってそうだをつけます。田中さんは忙しそうだ。林さんです。林さんは暇そうだ。林さんは暇そうだ。暇はナージェクティブです。そう、暇そうだ。あの料理はまずい。まずそうだ。あの料理はまずそうだ。まずい。まずいは美味しくないという意味です。Poor tasty. あの料理はまずそうだ。6番。2人はたった今結婚したところです。結婚したばかりです。So the couple looks happy. 2人は
幸せそうだ。二人は幸せそうだ。幸せはナージェクティブです。幸せな、幸せそうだ。復習問題2。これもレッスン43の第43課の復習です。クエスチョン、状況、シチュエーション。状況からゲスしてください。例、今日は道が混んでいます。道が混んでいます。ですから、会社まで1時間ぐらいかかると思います。会社まで1時間ぐらいかかりそうです。会社まで1時間ぐらいかかりそうだ。1番、今日は道が混んでいます。ですから、会社に遅れると思います。遅れると思います。会社に遅れそうだ。会社に遅れそうだ。2番、今年は暖かいです。ですから、今年は去年より早く桜が咲くと思います。去年より早く桜が咲くと思います。今年は去年より早く桜が咲きそうだ。今年は去年より早く桜が咲きそうだ。3番、ようやく、finally, at last. ようやくプロジェクトが終わりました。今週もずっと忙しかったです。でも、もうプロジェクトが終わりましたから、来週は暇になります。暇になると思います。暇になりそうだ。来週は暇になりそうだ。それでは、みんなの日本語中級1第3課文法項目の5の1を勉強しましょう。文法項目の5の1では、バーブ、イアジェクティブ、ナアジェクティブ、プラス、そうな、プラス、ナウン。Verb, イアジェクティブ、ナアジェクティブ、プラス、そうに、Verb を勉強します。Please note, そう、何々そうに、ナウンが続く、follow, connect. 続く場合は、何々そうな、ナウンになります。何々そうに、Verb、動詞が続く場合は、何々そうに、Verb、の形になります。空が暗いです。今日は雨が降ると思います。雨が降りそうです。ですから、私は今日洗濯をしません。私は雨が降りそうな時は洗濯をしません。時はナウンです。雨が降りそうな時は洗濯をしません。雨が降りそうな時は洗濯をしません。何々そうなプラスナウン。雨が降りそうな時は洗濯をしません。もう一つ例を見てみましょう。美味しそうなケーキがたくさんありますね。おいしそうなケーキがたくさんありますね。おいしそうなケーキ。ケーキはナウンです。ですから、そうな。おいしそうなケーキがたくさんありますね。子供たちが遊んでいます。子供たちが遊んでいます。楽しそうです。楽しそうです。子供たちが楽しそうに遊んでいます。
遊びます、遊んでいますは verb です。ですから、そうに、楽しそうに遊んでいます。子供たちが楽しそうに遊んでいます。何々そうを使って文を作ってください。で、彼、荷物、彼、荷物。この荷物は重そうですね。彼は重そうな荷物を持っています。彼は重そうな荷物を持っています。重そうな荷物。荷物はナウンです。ですから、重そうな荷物を持っています。先ほどの例の通りに文を作ってください。ミラーさんです。料理。食べています。美味しそうです。ミラーさんは美味しそうな料理を食べています。ミラーさんは美味しそうな料理を食べています。ミラーさんは美味しそうな looks tasty 料理を食べています。1番、一郎くん、一郎くん、車。一郎 has a luxurious or expensive looking car. 一郎くんは expensive 高そうな車を持っています。一郎くんは高そうな車を持っています。一郎くんは高そうな車を持っています。もう一つ文を作ることができます。乗りますを使って作ること、同じ意味の文を作ることができます。一郎くんは高そうな車に乗っています。一郎くんは高そうな車に乗っています。この乗っていますは持っていますと、in this case 同じ意味です。一郎 has a luxurious or expensive looking car。一郎くんは高そうな車を持っています。一郎くんは高そうな車に乗っています。練習に、レイ、太郎くん、寝ます。太郎くん、寝ます。気持ちいい。気持ちいいは、feels good。気持ちいい。いいプラス、そうだは、良さそうだ。気持ちいいプラスそうだ。気持ちよさそうだ。気持ちよさそうだ。太郎くんは気持ちよさそうに寝ています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 。これはちょっとトランスレーションが難しいですが、太郎 is sleeping peacefully or comfortably or cozily です。太郎くんは気持ちよさそうに寝ています。太郎くんは気持ちよさそうに寝ています。先ほどの例の通りに文を作ってください。1番、おばあさん歩きます。おばあさん歩きます。元気そうです。おばあさんは元気そうに歩いています。おばあさんは元気そうに歩いています。2番、一郎くん、しゃべる。一郎くん、しゃべる。しゃべるは話しますと大体同じ意味です。一郎くんしゃべる。楽しそうです。一郎くんは楽しそうにしゃべっています。一郎くんは楽しそうにしゃべっています。一郎くんは楽しそうに彼女と話しています。これも OK です。
一郎くんは楽しそうに喋っています。練習3。練習3は A さんと B さんの会話です。例のようにカッコの中の言葉の形、フォームを変えてください。例、 A さん、隣の家に怖そうな犬がいますね。隣の家に、あなたの隣の家に怖そうな犬がいますね。B さん、ああ、あの犬、本当はアクシュアリー、おとなしいんですよ。おとなしいはジェントル、クワイエット、おとなしいんですよ。もう一度 A さん、隣の家に怖そうな犬がいますね。 B さん、ああ、あの犬、本当はおとなしいんですよ。そう、犬はナウンです。ですから怖そうな。1番、 A さん、昨日初めて for the first time 彼女 girlfriend 彼女のお父さんに会いました。そうですか。 B さん、そうですか。どんな方でしたか。方は人のプライドです。どんな人でしたか。どんな方でしたか。 A さん、ちょっと頑固お父さんでした。頑固はアジェクティブです。スターバン、ちょっと頑固そうなお父さんでした。もう一度 A さん、昨日初めて彼女のお父さんに会いました。B さん、そうですか。どんな方でしたか。A さん、ちょっと頑固そうなお父さんでした。そう、頑固そうなお父さんでした。2番、A さん、昨日会社の人たちとカラオケに行ってきました。B さん、そうですか。どうでしたか。 A さん、みんな楽しい。歌ったり踊ったりしていました。歌ったり踊ったりしていました。歌います、踊りますはバーブ、動詞です。ですから、楽しそうに歌ってたり踊ったりしていました。楽しそうに。もう一度 A さん、昨日会社の人たちとカラオケに行ってきました。 B さん、そうですか。どうでしたか。 A さん、みんな楽しそうに歌ったり踊ったりしていました。3番、 A さん、時間が止まってほしいと思う瞬間はどんな時ですか。瞬間、モメント。時間が止まってほしいと思う瞬間はどんな時ですか。B さん、そうですね。寝坊するオーバースリープ。寝坊して遅刻します。Be late for the school.Be late for the office. 時間が止まってほしいと思います。時はナウンです。ですから、遅刻しそうな時。もう一度 A さん、時間が止まってほしいと思う瞬間はどんな時ですか。B さん、そうですね。寝坊して遅刻しそうな時、時間が止まってほしいと思います。4番、 A さん、ミラーさんはどんな料理もおいしい食べますね。 B さん、食べることが大好きなんです。 B さんはミラーさんです。A さんがいます。ミラーさんはどんな料理も、any kind of dish、
食べますね。そう、食べますは verb です。ですから、おいしそうに食べますね。おいしそうに。もう一度 A さん。ミラーさんはどんな料理もおいしそうに食べますね。B さん、食べることが大好きなんです。食べることが大好きなんです。今日は以上です。今日はここまでです。お疲れ様でした。